はい、皆さんどうもです。フォルスです。今回はアメリカ世界大会遠征動画ですね。実はもうすでにアメリカに到着してますと。ちょっとこの外の雰囲気でわかるかなどうかなって感じないけど、まあすでにね、デイ2でもあります。まあデイ1はね、俺ら夜着くだけで、まあ正直あんまりやることなかったんで、まあいろいろね、事件は起こってたから後日談でね、動画にできたらなと思うんやけど、今回はね、2日目から、ブログをね、撮っていこうかなと思います。実は今回俺初めてなんやけど、今まで2年間世界大会に行ってて、全部選手の付き添いで、ある意味選手のサポーター的な感じでも行ってたんやけど、今回はね、クリエイターとして行ってるんですよね。だから、選手たちよりもちょっとね1日遅く入ってます、アメリカに。で、選手のエリアとか選手にもねまだ1回も会ってないっていう、逆にね珍しいパターンなんやけど、まあいろんなねインフルエンサーの方とか選手とか配信もよくしてくれてるから、まあ俺は俺でね、また別の角度からアメリカの世界大会をいろいろ映せたらなとは思ってます。で、ただブログを撮りたいってだけじゃなくて、今回はね超重要告知も兼ねてますということで、一旦ねその告知の内容を皆さんにお伝えするために部屋をね見てもらってるんやけど、まあ部屋もこんな感じです。一応ねブログの動画も兼ねてるんで見てもらうんやけど、ぐちゃってるね。ちゃうね、これ言い訳させてほしい。この告知ついさっき俺も知ったんよ。朝起きてこの告知が入ってるのを知って、やべえ動画撮らないとって思って、一気にね頑張って配信環境も揃えて、まあホテルでね配信したりするときいつもこういう環境を作ってますね。メイン PC、 サブモニターになんとですね、ちゃんとマウスも G-Pro X スーパーライト2に、マイクもスタンドのハイパー X でしょ。で、これウーティングのキーボードで、パッドはリフレックス FPS っていうスカフコントローラー、背面はねついてないけど使わせてもらってます。まあこんな感じでね、いつも配信環境を作って頑張って配信とか動画作成とかしてるんやけど、もう早速ね今日の話なんよ。もう皆さんこれ動画見てもらってる、もうあと2時間後とか3時間後にはね始まる話で、なんとですねポルスFNCS になりました。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。 FNCS になったってどういうことって感じないけど、まあ、要するにこの公式競技のタブにね並んだんですよね。ニックエノサーティのカップがあり、 FNCS のねいろんなメジャーも本当にいろいろ解説させていただいて、でステージゼロもあり、 FNCS カップねいっぱい怒涛のいろんなスキンカップの来た中で、なんだこれと。ないんかいと言いたいんやけど、まあこれです。この真っ白のやつがなんとこちらですね。チャンピオンズロードポルス FNCS カップとなっております。いやー、本当にありがとうございます。アジアでは初めてかな、多分大会になったのはね。まあ、公式競技のポルスカップがね、ついに出てきましたよと。で、しかもね、これあとね、15時間後って書いてると思うんやけど、これね、開催日が、なんと、9月6日なんよね。で、多分この動画出てるの9月6日と思うんやけど、もうあと16時間後ぐらいにはね、この大会始まっちゃうから、ぜひね、皆さんも参加してみてください。ルールは軽く説明すると、18時から2時間の、勝負のデュオモードですね。デュオモードで、デュオキャッシュカップとほぼ一緒です。ヤヒタは1ポイント、ビクロイで65ポイントで、2時間やからね、結構珍しいんやけど、なんで2時間やというと、これキャッシュカップって書いてあるんやけど、これビクトリーキャッシュカップなんですよね。なんかリロードデュオってなってるんやけど、これね、多分、普通のデュオモードのビクトリーカップなんですよね。まあ多分って言ったらなんか不安になると思うんやけど、まあちょっとねやってからのお楽しみにしといて、俺もね本当にまだ把握全体を把握しきれる前にね、もう早速動画撮ってるんで許してほしい。で、予選のトップ800チームが決勝に行けて、で決勝スタイルっていうのはまあなくて、ランダムマッチメイキング、要するにソロビクトリーキャッシュとスクワットビクトリーキャッシュと一緒の形ですね。まあこんな感じでね、規約もあるんで、ぜひね皆さんこちらの方も確認していただいて、どんな大会になってるのか見てもらったら分かりやすいんやけど、ラウンド1を2時間あって18時からで、そのうちのアジアは800位以内ですね。800位以内になったら決勝に行けて、決勝は3試合しかないけど、ビクロイ取ったら1人当たり100ドル、1回ビクロイ取ったらね200ドルゲットできる、まあ、最大で3ビクロイ、まあ時間的にどうか分かんないけどねっていう、ビクトリーキャッシュのデュオなんですよね。ビクトリーキャッシュのデュオっていうのは初めてなんちゃうかなと思うし、キャッシュついてるからね。イベントの大会ってさ、あんまりキャッシュついてることないと思うんだけど、まあなんとですね、今回キャッシュ付きということで、ぜひね皆さん FNCS になったポルスの大会をね楽しんでもらえたらなと思います。改めてね、皆さん本当にありがとうございます。もうここまで来れたのは皆さんのおかげなのは間違いないし、まさかね公式大会にまでなるとはって。まあ実況解説無限にしてきて、ポルスカップとかね、いろんな大会開かせてもいただいて、まあ一つのね、これが決勝になったのかなとも思いますね。ぜひぜひ皆さんこの FNCS ポルスカップやってほしいし、まあ、せっかくなんでね、ラウンド1の優勝者とラウンド2の優勝者は解説動画にもねしようかなと思ってるんで、これもう勝手な俺のまあやりたいってだけなんやけど、解説もしようかなと思ってるんで、ぜひね皆さん1位狙って、まあ今回世界組いないと思うからね、
ぜひぜひやってみてほしいなと思います。俺は出たいんやけど、これ日本時間だからアメリカに今いて、なかなかね環境もちょっとプレーは難しい環境やから、まあポールスカムでやりたかったけどね、やれないかもしれんけど、まあぜひね皆さん楽しんでもらえたらなと思います。重大告知は以上でした。 So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire。ちなみに誰なこれ？これ海外のロールプロゲーマー。テキサスといえばバーベキューのお店ということで、しかもなんかお昼に食べるのがメインらしいんで、お昼にねバーベキュー食べに来てます。Few moments later. You want? Hey, イケメンバーベキュー来ました。ケイキさん、こんにちは。はじめまして。リッセー。ナイスミートです。ナイスミートです。もう馴染んでる、一番。こんにちは。リドル？おー、ちゃんと。ずっとあれ着てない。内側もずっと黄色のリドル着てない、リッセー。こんにちは。やばい。調子は？めっちゃいいです。おー、めっちゃいい。めっちゃいい。そうなんや。何の調査？全体的に。あんまりいいっす。まあいいんだな。ちなみに、書道をかぶってるって聞いたけど、あれはマジな？本当はもう何もツイートせずに、世界大会始まる、本当に最後の最後、襲われる最後の最後に、クラシードルーガと戦いますって言って、ルーガにドッキリかぶせして、クラシードルーガの決まりだったんですけど、まあ、クラシーの左下の、なんか、液折り？ああ、チーチョートルレックス。いや、なんか、いや、クラスの左下の位置。あ、そうか、あれか、ブーガーが押さえてるとこか、うん、そこと、なんか下の墓ら辺とか、うん、なんかレクレスビコフリックとかフリーでめっちゃベッシャー持ってるんで、うん、そっちの方行って、ベッシャー集めつつ、サービカセリに行ってみたいな。ああ、なるほど。まあ、今日考えて、うん、自分でやったら、まあ結構良かったんで、うんうん、まあそんな感じで。そこの立ち回り目も若干調子が良くなってきてるか。はい、いいね。グレスタッチとスイジとツービツーやったんですよ。まあ、シェロンさん味方。シェロンさん超えた3対メールスタッチスイジ。で、やって、うん、そう11対5で勝てて、まあ嬉しいな。はい、嬉しいで止まるやん。普通に、バカ最強だけどね。上手かったら上手かったでも。あ、上手、めっちゃ上手かった。さすがに。でも勝てるんだ。スイジがめっちゃ速い。スイジさんの方が速いんだ。スイジがめっちゃ速いです。まあ、メールスタッチも、まあ、安定しては、なんか。結構強い戦いです、うん、強い戦い方していきました。で、1v2 も1回できてます。録画してないの？録画してない。してないんだ。してない。痛かったけどな。いいな、あざす、あざす、はい。